皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、エミです。ロサンゼルスからお届けしております。まずは今朝起きたら、こちらスマイルさんから、エミさん、カエルさん、インスタライブしてますということでね、お写真をね、こちら送ってくださったんですよ。そして私も見させていただいたんですけれども、こちら5分ほどのねインスタライブで、もうロサンゼルス時間で何時にやったんだろう、めっちゃ夜中でしたよね。聖子さんも、カエルさんおひげ剃ってましたね、お仕事を貯めて、何それにしてもおひげ剃るだけなのに見とれるということで、投げさんもインスタライブ、風富さんのアーカイブですが見ました、4周年の近況報告的意味合いなのですかね。この時間にひげを剃らなくてはいけなくなったということは、写真撮影かな、楽しみは気長に待ちたいと思いますということでね、ゆみこさんも、今突然家族のインスタライブ配信楽しかったですね、おひげ剃って本当に可愛い人ですね、嬉しかったですね、お元気なお顔見れてということなんですけれどもね、ここでいくつかの新事実が発覚したわけなんですけれども、まずは風くんは本当はひげをたくさん伸ばしたいっておっしゃってましたよね。ひげ好きなんだというのが私初めての発見でしたけれども、あとバックミュージックにね音楽がガンガンかかっておりまして、それを口ずさんでいたんですけども、その曲というのがこちらのベビーフェイスの Whip Appeal でした。もうねこれね、めっじゃあ私は聞き覚えがあるんですよと言いますのは、私の夫もこのこれねアルバムだったんですよね、 Whip Appeal の後に Baby Face の Soon As I Get Home というのがね流れてきまして、これはね実はうちの夫も持ってて車の中でよくかけている Tender Lover というアルバムですね。それをねガンガン聞いて口ずさんで風さんが聞いていたというのに私は衝撃を受けたんですけど、そしてすごく嬉しかったんですけど、っていうのはね、これねリリースされたのが1989年、これちょうど私がアメリカの短大、まあ短大にまず行ってから4年制大学に編入したんだけど、その短大に行ってた時期なんですよ。そしてちょうどもう私の個人的なことになってしまいますけど、私の夫と会ってデートしたりとか結婚する前の時期なんですね。よく聞いていたアルバムでした。そしてなんかねその頃のことを思い出してしまって、そしてねベビーフェイスのね歌ってめっちゃロマンチックで、このウィップアピールっていうのも改めて歌詞を見ると、いや結構過激な歌なんですけれども、でもまあそれは置いといても、いろんな思いがねこう重なってね私は号泣してました。はい。そしてねもうちょっと主人を大切にしなきゃって思ったんですね。と言いますのは、昨日もうめっちゃ個人的な話になるんですけども、なんか昔はねすごい夫の話をたくさん私聞いてたんだけども、最近やっぱりYouTube もやってるしっていうのもあるんだけれども、結構携帯を見ている時間が長いんですね。そして夫との会話がその分少なくなったなというふうに感じていて、それは夫も感じていて、それを昨日言われたんですよね。それはあったから、いや、 やっぱりこれはちょっともっと夫を大切にしなきゃいけないなと気づかせてくれたね、このひげ剃り風くんにはね。まあ間接的なものなんですけれどもね、別にそういう風に風くんがしたわけじゃないけども、その BGM を聞いて私が勝手にそういう風に感じてしまったというだけなんだけども、もう私はね大感謝しておりますということで、それにしても仕事のためにひげを剃らなくちゃいけないってどんな仕事なんでしょうね、気になりますが楽しみに待ちたいと思います。そして由美和田さんから、えみさんいつも楽しい配信ありがとうございます、届きました、マスタード色のフーディー M サイズ2つ買いました、綺麗な色です、発注する日は夜に地域の会合があったので、前日に夫に発注ボタンをポチッとするまでを伝えてお願いしておきました。夫はたまに花を鼻歌で歌うくらいのおそらくファンです。届いてすぐに着ていました、体型が隠せるくらい大きめで、パンツを黄色にするとまるでプーさん、かわいい、私が着た姿を夫が見て着れると言って早合わせてきました、ぴったり1枚は姉にプレゼントと思っていましたが夫のものに、その後風さん手書きのコメントを見てうまいと言って笑って上機嫌だったから、おそらくではなく間違いなくファン、弓和田
追伸。出勤前に自撮りした写真を送ります。配信の場合は不特定多数の方向けなのでぼやかしてください、お願いします、ということでね、こちらのお写真を送ってくださいました。とっても美人な方ですけれども、ぼやかしました、ありがとうございます。めっちゃ可愛いね、これは楽しみ、私とおソロですね。そして旦那さんともおソロなんてめっちゃ素敵、それも風ファンなんですね。もうなんかね、こっちまでほっこりしてきましたよ。旦那さんとお二人で来た写真ももしよかったら送ってください、ありがとうございます。そしてテレコさんから、おはようございます。昨日散歩中に菜の花が小さく咲いていました。初見でした。毎朝配信ありがとうございます。朝元気もらってます、ということでね、こちらのお写真を送ってくださいました。そして段ボールで届いたグッズたちです。着が頑張ります、ということで私も楽しみにしていますと言ったら、かしこまりますと言ってくださいましたけど、こちらですね。いやーすごい、もうコンプリートですよ。でも私が何より感動しているのはですね、もうテレコさんはもう昔からね、私のチャンネルに来ていただいて、もう写真とかもね送ってくださっておりましたけれども、その最初の頃はお婿さんに送ってくださってたんですよね、自分ではできないからって。でもそれももうこんな風にご自分で送るようになって、もうそれがね、私ねめっちゃ感動してるんですね。なんか皆さんもそうだと思うんですけども、風くんに出会って、なんかいろんなことに皆さんも挑戦してませんか。私自身で言ったらですね、まあ、私は結構コンピューターサイエンスメジャーだったんで、そういうコンピューターとかは得意なんだけれども、例えば洋楽とかってそんなに聞いてなかったんですよ。それをすごく聞くようになったりとか、歌詞もなんか音楽だけを聞いてたんだけどもよく聞くようになったりとか、すごい新しい世界をどんどん見せてくれているし、そしてやっぱりあのテレコさんのようにこういろいろ送れるようになったりとか、この前視聴者様でもね、自分であのオンラインであのオンラインショッピングができるようになるようになりたいですっておっしゃってた方もいらっしゃいましたけども、そういうことをもうきっと挑戦なさってできるようになると思いますし、もうインスタとかもう X とかだってそうですよね。もうねすごいなと思って、風くんの影響力もう素晴らしいです。そういえばね、昨日もエミさんこんばんは、おはようございます、エミさんへの連絡先はわからないんですけれど、どこに連絡したらいいんですか、というコメントをいただきまして、私もインスタかメールね、概要欄にありますということでお知らせいたしましたけど、こういうのもね一つ一つステップバイステップなんですよね。なのでね、本当にわからないこともね、こういうふうに聞いてね、どん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 挑戦していってくださいね。そうするとね、もういろんな世界が広がってきます。そしてこちらのショートにもですね、小川恵子さん、なんて素敵な人なんでしょう、荒牧みどりさん、ありがとう、嬉しい、春桜さん、えみさん、風くんのショート心に刺さります、ありがとう、というコメントをいただきましたが、小泉さんからはこんにちは、すごいえみさんの直感力、なんだか少し前の私の落ち込んでるのを見透かされてたみたいでびっくりしました、びっくりびっくり、風さんの気持ち思いやる心境がまた身に染みました、ありがとうございました、と言っていただいてね、やっぱりあの時その直感をね信じてね出してよかったんだと思ったんですけど、この直感というのはね、まあ、いろんな解釈がありますけども、ハイアーセルフからの声とかね、そういう見方もありますよね、で私もそう思っていて、でどういうふうに直感を感じるかっていうと、めっちゃこう自然にこうスッとこうその時のこうなんていうのかな、邪念とかそういうのが入る前の気持ちですね。なのでね、本当にそれに従ってきてるとめっちゃ楽なんですよね。なんかその後にいろんな考えとかね、エゴとかが出てくると、どうしようこうしようって迷うんだけど、その前に行動してるから、もう物事もすごいなんか軽くすごいスピードで進むし、あの迷わないんで、なんていうのかな、いつもすっきりした状態なんですよね。こうニュートラルでいられるというかね、うん、だから本当に直感できることめっちゃおすすめです。そしてですね、直感とかハイヤーセルフといえばですよ、春桜さんからねこんなコメントをいただきました。エミさんこんにちは、いつも楽しく聞かせていただいています。風くん、よしゅんのですね、私は初紅白からの沼落ちでしたが、その頃いろいろな占いの方とかスピリチュアルの方が、これからは風の時代になり世の中が激変しますとおっしゃっていて、まさか藤井風、風の時代ってそのものだと思ったものです。
楓の時代の話を教えてもらえた YouTube のヨガシャラ細井隆之さん、ご存知かもしれませんが、この方が YouTube で楓さんの花に泣いた話をされています。ヨガや瞑想の話も興味深いです。忙しくされているので時間が空いた時にでもどうぞご視聴くださいということで、私実はですね、この前の私の直感で生きるということを話した後に今見させていただいて、もうびっくりしました。まさに私が今話していたような、もう直感で生きる大切さとか、ハイヤーセルフからのやっぱり声なんですよね、直感というのはね、という話とか、そしてそうなるためには瞑想ヨガの大切さというのもねお話しされておりました。これぜひぜひ見てみてください。そしてね、面白かったのが、奥様がすごい、もう2年ぐらい前からかな、風くんのねファンでね、でもやっぱりそういうのって夫にとってはちょっとジェラシーというかあるじゃないですか。だからちょっと風くんを避けていたというようなところがあったみたいなんですけども、今回この花の歌詞を聞いてもう涙が止まらなかったということね、もうこれからもドハマりしますよね。私もそんな瞬間を待ってるんですけどね、私の夫も結構そんなような感じがあるんでね。はい、ということでね、もうめっちゃおすすめの動画ですね、ご紹介いただいてありがとうございます。そしてしのみさん、M さん、いろいろ情報ありがとうございます。先ほど大好評だった花 MV カバーのパキラ工房さんがまたまたウォーキングハードの MV カバーのフルバージョンアップされました。今回もご家族の息ぴったりの傑作が爆誕しましたのでシェアしますね。皆様ほっこりしてくださいということで、聖子さんもねご覧になってまた家族愛を感じましたとおっしゃっておりましたけども、こちらがね以前ご紹介した花の MV の再現ですね。そしてこちらが新しいウォーキンハードの再現、私も拝見しましたよ。めっちゃ素晴らしかった、もうブラボーブラボーブラボーでございますね。えなんかご家族の家族愛ももちろんだけど、この方なんかお笑い芸人を目指していたのかなと思わせるほど結構面白くてですね、そして演技力も素晴らしくてですね、そしてこの最後ですよ、これよく見たらね、これはギャラクシーの S9 を使って、そして車はホンダベーゼオのねとかいろいろ書いてあってね、またね素晴らしい出来でしたね。もうこちら皆さんぜひぜひ見てみてください。ご紹介ありがとうございました。そしてよしこさん、えみさん、毎日たくさんの内容の配信をありがとうございます。本当に楓さんは努力の人ですよね。努力してしっかりと深い広い土壌があるから素晴らしい曲が出来上がり、素晴らしい歌が歌え、素晴らしい人たちも集まってくるのですね。そしてみんなの心にも届き、みんなを幸せにしてくれるのですね。武井壮さんも見ました。すごいコツコツ努力の人だったのですね。風さんのデビュー曲がなんなんというのも素晴らしいですよね。なんなんといえばいろいろな方がカバーしていると思いますが、私はプラソニカのなんなんが大好きで、風さんのなんなんと一緒によく聴いていたのを思い出し、4周年の今また聴いています。楽しい可愛いなんなんですよ。コメント欄に風さんのコメントもあります。私の大好きな生田リラちゃん、夜遊びのイクラちゃんも歌っています。プラソニカのカバーはどれも良い曲だなと思います。ほっこりしますということでね、こちらを送ってくださいまして、この下のね右から2番目の方が夜遊びのイクラさんですよね。そして風くんもね、これ4年前にそんな楽しそうにされたら泣きそうになるわ、ありがとうというコメントを残されていますね。1万9000のいいねがついておりますけれども、風くんってね、なんかデビューしたての頃とかよくいろんな動画にコメント残してましたよね。いやすごい。そしてね、その後に私もいっぱいいろんなプラソニカのね動画を見漁ってしまいましたけども、どれも素敵でした。ご紹介ありがとうございます。そしてオディール29さん、えみさんこんばんは、おはようございます。風くんのインスタライブ、外出していて見られなかったのですが、他の方の投稿で見ることができました。それにしてもヒゲを剃るだけの配信って何か風くんらしいです。何のお仕事か気になりますね。そして風くんがヒゲが好きで剃りたくないっていうのを初めて知りましたね。びっくりしたね。爽やかイケメンはあまりご本人の好みではないのでしょうか。私はヒゲの男性は好みではないのですが、風くんと竹野内豊さんだけはヒゲがあっても大好きですって。なるほどね、私もそうかも。ところで昨日外出していたのはユリアンレトリーバーちゃんのライブに行っていたからで、彼女とは同じトレーナーさんにトレーニングを受けているもあって初めてライブに行きました。そう、以前おっしゃってましたね。
あまり詳しいネタについてはお話できませんが、お客さんを巻き込んですごく面白かったし、彼女の人柄が出ていて可愛らしいところもたくさんあって楽しいライブでした。あ、そして私は風くんのスタジャンとフーディーを着ていったのですが、周りに一人の女性に藤井風さんのファンの方ですか、スタジャン見てすぐに分かりました、素敵ですねとお声をかけていただきました。思わぬところで風谷さんとお会いできてなんか嬉しかったです。私ごとですいませんって、イエーすごい。それでは今日もエミさん、皆様にとって穏やかな一日になりますように。ありがとうございます。いや、ぜひぜひお写真送って、あの顔ぼかしますよ。いや、なんかね、てるこさんもねコンプリート持ってますけども、こういう方が増えるんでしょうかね、街中に。それも面白いですね。ユリアンレトリーバーさんといったらね、ロサンゼルスに来る、住む予定なんだっけね。いや、私もいつか見てみたいですね。シェアしていただいてありがとうございます。そして今日の最後はなぎさんから、毎日多くの情報を配信してくださりありがとうございます。先日散歩をしていたところ、遊歩道の車止めのようなパイプの上にスズメのオブジェにどなたかが手紙と思われるケープを着せられているのを見つけ、可愛かったので思わず写真を撮ったものを送ります。ただ1羽だけ風で飛ばされたのか、ケープがなくてとってもかわいそうでした。寒い中皆さんの癒しになってもらえたら嬉しいです。それからパーフェクトデイズの曲ですが、太陽にちなんだものが全曲ではなく数曲でした。失礼しました。そうなんですね。エミさん、連日のいろいろな編集でお疲れを起こさないようご自愛くださいということでね、ありがとうございます。そうさせていただきます。そしてこちらの写真めっちゃ可愛いですね。いやー、この心遣いがね、どなたなんでしょうね。優しいね、シェアしてくださってありがとうございます。ということでね、私はこれ配信やり終わったらちょっとね、音と出かけてこようかななんて思いますね。はい。ということで、今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。Have a beautiful day, everybody. エミでした。ではまた。